黄身と白身を分けます。では泡立て器でメレンゲを作っていきます。泡立て器でメレンゲを作りましたが、1分46秒でした。次はハスすくいでメレンゲを作っていきます。結果は1分32秒です。黒ごまそうめんを茹でていきます。約1分半です。こちらのスリーウェイボウルはすごく便利です。